皆さんこんにちは、よしまるでございます。今回はですね、ナイトメアスピアについている無限付きの、検証というまでいくかわかんないんですけど、使ってみてですね、どんぐらいダメージが入ってどんぐらい回復するのかっていうのをやってみたいと思います。本当はもっとね、ちょっと早くやりたかったんですけれども、なんとかガチャの開催しているうちにギリギリ、動画を撮ってみました。でバトマスよしまる、力が459で装備はまた最後に見せます。で基本的に怒り状態からの無限付きですね。はい、1139ダメージで回復だと456になります。こんな感じでどんどんダメージ入れていくので、あとはなんか平均的な数値を、皆さんがねこのぐらい入るかなとか、想像していただけたらと。でちょっと今度は指導に変わりまして、怒り入ってますね。はい、1170の468回復です。大体バトマスで怒ってればね、1000以上はダメージが入って450以上は回復するかなというような印象ですかね。はい、では今度はですね、怒りなしですね。はい、倍死もなし状態、通常のバトマス、459攻撃力でどんぐらいダメージ入るのかやってみましょう。はい、746、回復量にすると298になります。はい、でもう一回ですね、何もない状態ですね、バトマス、倍死もなし状態で攻撃してみようと思います。はい、716で286回復です。何もなしだとだいたい750前後、750もいかないのかな。で280以上は回復するような印象でした。はい、じゃあまたちょっとね、怒りを入れてから、無限付き入れてみたいと思います。まだ怒り状態プラスオンステとかね、怒り状態プラスドラゴンオーラっていうのはちょっと今回はやってないですけど、基本的にはプラスになるだけなので、もっとダメージが入ると思えば1175、だいたいやっぱ統計的に合ってますね、470回復になります。これにオーラとか入ってたら、もう少しだけ回復する感じで考えていただくといいのかなと思います。最後は何もなしでオンステだけ入っている状態で無限付きやってみました。おまけですね。976の390回復になります。はい。ということでですね、だいたい数値の方が出ましたけれども、また最後にその辺はお話ししようかなと思います。で、攻撃力が459の装備はこんな感じなので、興味があれば、一時停止とかして見てみてください。で今回は伝説での、検証になります。じゃあ今度は気になるパラディンですよね。問題はこちらなんですよ。はい、でこちらももう伝説の検証で、魔王級はまたこの後行こうかなと思いますが、その頃にはちょっとナイトメアガチャ終わっちゃってるかもしれないですね。はい、ちょっとバタバタしてしまって、その辺は申し訳ないです。どっちにしろでもね、闇ガチャなんで、でちょっとすいませんね、よしまるの、3P が全く盾もないみたいな、とにかくちょっとね、急いで動画も撮んないとね、このタイミングで、無限付きいきます。421で、これ回復だと168です。もちろん倍死も何もない状態です。パラディンで行く場合ってね、常にその、攻撃力上がっているかどうかわかんないんで、とりあえず最低の数値を出していきます。最低の数値さえ出せば、それに倍死とか倍気とかオンステとか乗ってれば、それ以上のダメージっていうのはもう分かることなので、とにかく最低で何回か、最低条件で、パラに関しては打っていくっていうことをしていきたいと思います。で本当はもう少しね、丁寧に検証やりたかったのが、ちゃんとその21秒で占有が間に合うかね。無限付きいきます。はい、395ダメージの158、これは若干って感じですね。はい、でですね、
そうですね、沸き立つ沸き立つは15秒15秒で早いんですけど、無限つき無限つきになると21秒21秒で重くなるんですね。で、その辺専用の盾が間に合うのかやりたかったんですけど、あ、無限つきいきます。はい、473ですね、189。ただこちら、デビルロードに入れてましたね、今ね。やっぱそうするとダメージが少し増えるのかなと思いました。はい。で、占有が回るかは、あ、ちょっと待って、また無限つき。567指導には入ります。227の回復になります。はい。まあ、割と今は回復入りましたね。じゃあまた無限つきいきたいと思います。そうです。ちょっと占有の話はまた最後にまとめますね。はい、465ダメージの186回復になります。あと相手が怒り状態での無限つきもちょっとやってみたいですよね。うん、これで入るかな。はい、420ダメージの168ダメージです。あ、回復ですね。うん。まあ、相手が怒ってるとさすがに少し減ったかなって気はします。じゃあ最後に一発入れときます。なんかね、バフ付き1回やってもよかったかもね。413ダメージの165回復になります。はい。まあ、基本的に媒師とかオンステ入っていたら今のダメージよりまあ増えると思っていただければいいのかなと思いました。じゃあもう落としちゃいましょう。で、最後にパラの方の装備も見せますけど、攻撃力が311です。まあ結構落としてやってました。はい。かなり低いんじゃないですかね、311攻撃力っていうのは。で、装備も良ければチェックしてみてください。まあ、とにかく早く動画撮らないとね、まあ、ナイトメアガチャ終わっちゃうので、とにかく、はい、装備はもう適当になっちゃいましたけれどもね、まあ、最低限のダメージと回復の、検証というか、数字取れればいいかなというふうに思いました。はい。で、ここから少しまとめに入りたいと思いますので、まあ興味がある方は雑談にお付き合いいただけたらと思うんですけれどもですね。そうですね。まあ感想としては、まずバトマスかな？まあこのね、無限付きね。21秒。まあ、ここはね、ミラクルスピアが、何秒だったっけな。ちょっと待ってくださいね。今戻って、スキルセットの方で見てみようかな。ミラスピより1秒重いのかな。ただ、それに関しては、とにかく倍率が全然違う。倍率か、与えるダメージ率が全然違うので、まあ、ミラスピより圧倒的にいいと思いますね。はい、無限付きは21秒の440ダメージですからね。440%のダメージ無属性ですね。で、40回復で、このスキルで防御されないということで、で、沸き立つが15秒で早いんだよね。その代わり100回復。まあ、パラで使うときですね、これはね。まあ、これも防御されないと。なので、沸き立つが無限付きになるのかどうかっていうのが一番気になるところかな。で、ミラクルスピアが20秒だから、やっぱ1秒ですね、早い。その代わり270ダメージで、まあ、40回復っていうダメージの、回復量は、変わらないんですけど、与えるダメージがね、440と270なんで、やっぱそこは大きく違うんじゃないかということで、圧倒的にミラクルスピア入れるんだったら、それは無限つきがいいよねっていう話になるんだと思います。はい。で、バトマスでですね、要は、怒り状態ですね。攻撃力荷上げ状態ということですかね。で、まあ、そうですね、最高が、1175で470回復してますね。うん。で、一番最初の方がダメージが低くって、1139の、まあ、456っていうのもありましたけど、
大体そんなもんだと思ってください。1000以上は大体出てますね。まあ無属性ですからね。どんな敵でも大体1000以上は出てたような気がします。はい、そうすればまあ450ぐらいは回復するんで、まあバトマスであれば HP マックスレベルほぼほぼ回復するんじゃないですかね、この一撃で。まあただそれも怒り入ってる状態なので、で、怒りなし状態ですね。もうノーマルの状態だと、まあ400、あ、ちゃまちゃった、746ダメージの298回復、716ダメの286回復なんで、まあ最低のダメージを見ても700以上は入って、まあ280は回復するような感じで見ていただくといいんではないでしょうか。はい。それからですね、パラディンが問題なんですけれども、最低が、395の158回復っていう、やっぱこの158回復っていうのはちょっと気になりましたよね。これ伝説ですからね。なので魔王級に行くとこれよりダメージが入らない、回復しないという可能性は出てくるのかなというふうに思います。はい。なので、そうですね、魔王級の方もぜひ、動画は撮ろうかなと思いますけれども、そちらはまたお待ちください。なかなか魔王級って一人でね、鍵出していけなかったりするんで、そのメンバー集めてとかやらないといけないんで、生放送の方で少し、無限付き魔王級の、そうしたらパラディン、あ、でも両方やった方がいいか。そうですね、バトマス魔王級でのダメージとパラディン魔王級、まあ、できたら両方ともちょっと動画、せっかくね、まあ、当たったので、なるべく撮ってみようかなと思います。そちらお待ちください。そうですね。でですね、先ほどから喋ろうと思っていた戦友の回り具合なんですけど、これに関しては、やっぱり無限付き無限付きって荷積みしてないと、まあ、正直、ちゃんとした正確な統計が取れないということで、まあ、今回はあまりやりませんでした。ただ体感的にはですね、まあ、やっぱ重くはなってると思うんです。どっちにしろ6秒は重くなっ、ん？ 6？ そうですね、重くなっているから、まあ要はピオーラとか入っていないと若干占有が、間に合わないということは出てくるんだと思います。で、僕もちゃんとその辺は検証はしてないんですけれども、そうですね、ピオーラ入れずにずっとパラディン一時期生配信でやってた時に、あれ占有間に合わないみたいなことはありました。ただそれは沸き立つでも同じかな、ピュアラ上げとか入ってないとね。まあ最低限音ステとかね、入ってないとどっちにしろ、ね、スピードが出ないので、ピュアラ2上げであればまあ占有も大丈夫かなっていうような印象でした。ただこれが無限付き2積みになると、さらに6秒、まあ、重くなっていくわけなんで、それはちょっとやっぱね、無限付き荷積みしてみないとわかんない。ただ運営さん的にこれ、要は防御しても、継続っていうかね、まあこの画像、防御継続って書いてますけど、ってことはパラディンでの使い方も想定して入れてるはずなんですよ。そうしたら、まあ普通に回らないとおかしいよねっていうスキルですよね。なので、多分、回っていくんだろうけど、いやでもやっぱさ、15秒15秒が21秒21秒になるから、体感的には重くなんじゃないのかなっていう予測はしてます。はい、そうですね。であとですね、まあ使ってみて僕の感想なんですけれども、正直ですね、バトマスで使うにはいいと思うんです。もう問題ないです。何も1000ダメージは超えていくんで、まあ優秀ですよね。だって440%でやっぱバトマス火力ある、まあ先ほどの僕のバトマスだと459の攻撃力で、まあ軽く1000は超えていきますね。で、450ぐらいの回復は全然しているんで、バトマスだったらまず非常に当ててよかったかなというスキルになるんですけど、これがパラディンになるとね、やっぱりこの395ダメージの158回復っていうところが気になりますね。はい。で、実はね、生配信の時に神龍行ってたんですよ。神龍で一回無限付き、何もない状態ですね。これ、倍賞も何もかかってない状態。多分音声もなかったと思いますけど、その時にね、嫌な数字を見てしまったんですよね。130回復っていうのを見ちゃったんですよ。神龍で。なので、もっと強力な魔王級になっていくと、
下手すると、100回復レベルの魔王級も出てくるのかもしれない。はい。なので、まあ、どうだろうな。まあ、最低限ね、パラやるってことは音捨てがかかっているから、多少ダメージは少し乗っていくんだと思うんで、沸き立つよりは回復はするような印象なんですが、まあ、思ってるよりは、パラディンでは発揮されてなかったな、僕の感想はね。なので、ちょっと、もう15分も喋ってるから、まとめに入りますが、正直な感想は、これね、21秒であるんであれば、まあ、パーセンテージも少し高くてもいいかも、まあ、バトマスがちょっと強くなりすぎちゃうっていう判断なんだと思うんですけど、まあ、440ダメージを、まあ、パラディンで使うんだったら480ダメージとかあってもいいかなと思いました、正直。はい。それかですよ。それか、このまんま440ダメの、40回復にするんであれば、もう18秒とか21秒まで重くなくてもいいかなというところかな。要は、沸き立つが早いわけだからね、15秒で。やっぱそれにちょっと近づけてよかったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。まあ普通に使ってて、今魔王級ちゃんと言ってないからわかんないんだけど、沸き立つより間違いなく回復はします。はい。そうですね。ただ神竜で行った時に130回復っていうのがあったよっていうことだけ一応お伝えしておこうかなっていうふうに思いますね。はい。なので、そうですね、この秒数であれば480ダメでもいいんじゃないのかな。そしたらパラディンでももう少し安定して使えるかなっていうふうには思いました。じゃあこの後ね、魔王級でも動画撮ってみるんで、それで最終判断になるかな。ただパラディンで使うには、先ほども言ったように無限付き無限付きとダブルで入れた方がよりね、その占有の周りぐらいもわかるので、それはさすがに今回はね、とにかくダメージと回復量の参考になればという形で終わりにしたいと思います。よしまるでした。さようなら。